シリ、あります。で、今日の動画でやりたいから iPhone の裏技を教えて。わお、あなた言うの。私ですか。そう、あなた。私ですか。そう、あなた。私ですか。そうだよ、あんたのこと言ってんだよ。食べたこや。大好き。え、シリは可愛いな。謙虚だね。あなたになんか一言言って。なんで嫌いなの。はい、ということで今日は iPhone の裏技をちょっとね、紹介していきたいと思います。僕はね、最初高校1年生の時からね、携帯持ってますけど、iPhone4 で使ってました、一番最初はね。 Android も使ってみたいなと思って、 Android の Aquos にしましたね。そいつも2年使ってから、今の iPhone6 になってます。3月28とかだっけな、Apple さんが発表するらしいじゃないですか。iPhone SE だっけ、価格が安いことが売りらしいですね。はい、まずこちら、iPhone6 特有の裏技でございます。みんな知ってると思うんだけど、ダブルタップってやつですね。このホーム画面を2回ポンポンって押すと、ほいほい。下に下がります。で、これ届かないところがタッチできるんだけども、さらに違う裏技がありまして、設定から言って、画面表示と明るさってところですね。ここポチッと押します。ここの画面表示の拡大、真ん中のところをポチッと押します。これ標準と拡大ってなってるんですけど、今は標準です。これ拡大ポチッて押すと、一体なんか携帯がリセットされるかのように真っ暗になるんです。で、実際戻ってみるとこんな感じです。全然違うんじゃないですか、これ。ダブルタップしなくても結構いけるんじゃないかな。普段ね、めんどくさいからあんまダブルタップしないんですよ。はい、で、次僕がいいなと思ったのが、はい、こちら。これをダウンロードすると、なんかね、Facebook とか Twitter をね、素早く返せる。素早くツイートできるのかな。なんだろう、超気になるんだけど、これ、海外製かな。これをダウンロードして、上のバーってあんま下ろさないんだね。上のバーを下ろします。編集があるので、それをタップ。タップトゥーシェアの左のボタンをクリック。これで認識されたのか。これで完了をタップ。これでまた通知センターを開くと、おー、すごいすごい、タップトゥーシェア。これ出てきてるんだ。で、これで Twitter を押したら、わお、すげえ。こうやって打ち込んで、これでツイートしたら投稿されてます。おお、炊飯には欠かせないね、これ。知らなかった、この機能。これは使える。で、これ僕がね、昔から知ってるちょい裏技なんですけど、本当は使えるかどうか本当定かないんですけど、これね、画面のここのとこね、ここのところをポチッと押すとスワイプできるんですよ。ほら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 。なんかこれやるのがめんどくさいなっていう人は、ここをポチッと押せばいいんですよ。そしたらね、スワイプできる。最後にこれをね、紹介したい。僕もね、これはね、知らなかった。iPhone つけた時のホーム画面に、アプリがね、出現することがあるらしいです。対応してるアプリが決まってるらしくて、まあ、基本的に有名ところで言うと、Apple Store、マクドナルド、ユニクロとか、まあそういうところらしいです。マクドナルドのアプリをダウンロードしたいと思います。ここはね、検索機能を使うんですよ。今からお昼ご飯食べに、行きたいと思います。行きましょう。20度はね、暖かいけど風が強いんだね。まだ出ません。左下だから多分ここら辺出るんですよ。ここら辺に。ユニクロもちょっとやってみましょう。ユニクロもね、ダウンロードしました。出るのかな。そこにユニクロあるんですよ。出てない出てない出てない。過ぎちゃった。出ない、出ないんだけど。マックはもうすぐ近くにあります。出ないよ、出ない、出ないよ。そうか、分かった。位置情報をオンにしてなかったです。ユニクロの近く行ってみよう。あれ、ユニクロ出ないな。ダメだ。ちょっとユニクロダメだったみたいですね。マック行きましょう、マック。はい、マクドナルド。あ、出なくない？池袋駅前のマクドナルドはダメなのか？まあ、店の前に来てるんですけど。ダメでした。ちょっと悔しかったんでね、日本最大級のね、池袋のサンシャイン通りのユニクロまで来ました。もうちょっとで近づいております。さあ、どうだ？おっ！出た！出ました！ユニクロすげえ。あれあれ消えちゃった。あれ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 消えちゃった消えちゃった。もうちょっと近く行くと、あれ消えちゃったじゃん。ユニクロのさ、目の前まで行きましょう。おかしいな。あ、出た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 。ここです、ここです、ここです。で、これポチッと押すと、おー、ユニクロの画面に飛ぶんですね。はい、ということでね、あの機能は本当でしたね。逆に近づいたらなくなっちゃったけどね。